1> ここ1週間以上戦闘が着実に激しくなってきている町で起きた最悪の出来事の一つです反政府勢力が掌握する地域の病院が政府軍から直接空爆されました飛行機が何度も攻撃してきましたうち1つは民間人が使う病院のあるすっかり地区で3発のロケット弾攻撃を受けました これまで15人が亡くなり、数十人の負傷者が出ています。医療系の非政府組織、国境なき医師団は少なくとも14人の患者とスタッフが殺されたとしており、3人の医師が含まれます。国境なき医師団のビッキーホーキンス氏です。こちらが把握している死者数は現在14人です。残念ながら数は増えると見ています。 死亡者には3人の医師が含まれますが、この病院で働いていたとても勇敢なシリア人医師たちで、うち1人は最後に残った小児科医でしたここのところ、シリア空軍とロシアの飛行機が、反政府勢力の掌握するアレッポ東部への攻撃を強めているのが確認されています一方、反政府勢力は、政府が掌握する地域を砲撃。 崩壊寸前の停戦合意を破ったと、双方が互いを非難しています。危険にあるのは虫の息の停戦だけではありません。ジュネーブでの和平協議も停止状態です。シリア問題担当の国連特使は、和平協議再開に向けて、アメリカやロシア、そして他の国に対し、現地の同盟勢力が手を引くよう働きかけるのを求めています。多くの市民の命が危機に瀕しており、非常に危険な状態です。 人道支援団体の医療従事者や救援活動者の大勢が現在も爆撃され殺され重傷を負っています多くの人々にとってのライフラインも今も危険にありますアレッポの戦闘が激しくなる中今もシリア最大の都市に住む数十万の市民の環境は日増しにより厳しくなりつつあります 高いレベルでの平和に向けた国際的な働きかけがない限り、状況が良くなる前にさらに悪化するのではという懸念があります。